Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told her. はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、オフ会ということで、車の方を見させていただきます。早速外装の方を見てみましょう。フィット3ハイブリッドということで、結構、様子がおかしいですよね。こちらね、先ほどちょっと映っていただいたのは菅さんの車です。改めもう一度見てみますね。いや、すごいですよね。さっきちょっと喋ったことをもう一回喋ってもらうという。これですよね、このリアスポイラー、これを一回ちょん切ってつなげてなんとかフィットに合わせたという。よく見たらやっぱこういうとこも変えてるんや、すごい。そっか、普通はこのハニカムのね、こういうプラチッキーなデザインなんですけど、これ結構メタル感があっていいですね。で、こういうのも上から貼っつけてるだけということで、結構アマゾンでこの辺のパーツ売ってるみたいですね。こちら、なんかお気に入りポイントってどの辺でしょうか。そうですね、黒に、メッキを少しだけ入れ出したところ、はい、もう止めどもなくメッキと赤いラインで、黒メッキ赤で、中も外もなんですけども、その3色でですね、まとめてしまおうかなということでやっています。赤が結構ピッと効いててかっこいいですよね。ありがとうございます。もう樹脂っていう樹脂がね、全て隠されてるという感じですね。そうや、ちょっとライトをつけてもらって。これ、はい、夜は分かんないですね。夜でライトつかないんですよ、はい、実はここが七色に光るという、ね、ちょっとつかないんでね、夜つく感じです。こちら夜つく感じですね。リアがね、結構変わってますよね、テールランプが。いい感じでね、いい感じですね。ちょっとでも走ってたら怖いかな。このフィットに後ろつかれたらちょっと道譲っちゃいますよね。で、さっきこのモデュキチさんもうこれ貼ってたんですけど、これ意外と中からも視界性が良くてびっくりしましたね。こうなんか普通こうね、塞いでて見えないなと思うんですけど、ちゃんとね、後ろ見えますんでね。車高はちょっと下げてるんですかね。少しだけ。あれなんかホンダセンシングがね、あんまり下げすぎると反応が悪くなるとか言うんで。まあ、基本はなんかギリ車検がいけるというような感じのフィットちゃんですね。はい、男ですね。これリアのね、4本出しのマフラーね、右側しか出ないという、左側はね、ダミーだということですね。はい、内装の方を見てみましょう。うわ、すごいわ、これ。お邪魔します。あははは。すごい。こんな感じです。すごい怖い。すごい、すごい怖い。こんなんあるんですね、はい。これフィットぴったりの。これもそうですね。フィット専用。専用なんですね。これはなんかこう滑り止め効果というか、絨毯的な。そうですね、こんなん売ってるんや。夏場には暑苦しい感じがしますけど。すごい。反射がね、ないんで。ああ、なるほど。あ、確かにね。ここ黒ですけど、確かにこう反射しますね、はい。運転してたら。で、ハンドル。おお。これもなんかね、プラスマイナスのやつに、そうですね、なんか長いパドルシフト、パドルシフト、パドルシフトになんか長いやつつけてますね。うわ、裏こうなってるんか、赤いシャーって感じ。マット一つにしてもね、これ意外と高いですよね、この。そうですね、まあけどね、割と全てが安上がりでいってるんですよ。でもこれだけ安上がりって言っても、これだけつけるとね、結構いきそうですけどね。そうですね、だから、マットなんかでもほら、万単位とかしますけど、はい、2、3000円のところで。あ、そうなんですか、これ、はい、へえ、こんな感じで2、3000円には見えないですね。最近ね、やっぱ安くていいの出てますからね。こういうところも地味にカスタマイズ、ね、この辺はタケさんの紹介の、そうそう、なんかヤック株式会社だったかな。そ、はい、あそこのパーツすごいですよね。ここですけど、そうそう、これもね、こっちドリンクホルダーはないんですよね、フィット。で、サイドのね、ゴミ箱もつけてたんですけどね。ああ、ここにね、なんか、肝臓みたいなやつ、はい、あれは取っちゃったんですね。はい、後ろもこんなになってる。あ、そっか、これは、こういうカバーなんですね。へえ。本当に、エプロンタイプですぐに作っているやつ、ね。この辺もアマゾンで買えちゃうんですか。そうです。これいい、肘置き。これね、結構初めからつけましたけど、ね。すごいふかふか。いいですよ。
高さもあるし、ね、なんかちょっとしたポケットもあるし、まあ、使わんと思うけど、そうなんです。あ、こんな感じでベルトで簡単に止めてるだけなんですね。いや、あの箱は気になる。すごい。何やろ、この箱気になる。これ何が入ってるんですか、これ。あ、それね、あの、今日の着替え入れてきた。あ、着替えですか。なんか工具的なものが入ってるかなと思うんですけど。まあ、ベルトもこんなんしてる。すごい。もう徹底しますね。はい、いかがでしたかね。フィットハイブリッド。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでフィット3ハイブリッドでした。じゃあね、バーイシュ。